はい、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑え、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私うちのテイストでお届けしている30分番組です。ほい、ということで5月の、最後のね週でございます。はい、はい、何だっけえ、春ですか。春というかもう初夏です。そうですね、はい、なので久しぶりに、はい、緑の話を、はい、葉っぱちゃんたちね、葉っぱお花ちゃんたちの、はい、そう、けいちゃんはお花ちゃんがあるのね。ありますあります。私は葉っぱだけなんですよ。はい、はい、なんかあの植え替えの時期でもあるということで、はい、私はですね、はい、神様の木、榊を鉢植えで。榊を鉢植えってあんま聞かないよね。でしょ。しかも特別な榊で、奈良の大神神社に参拝に行くと、朝早くに行ったらね、その神社で、育てられた苗木をちっちゃいね、を置いてあるんですよ。へー。でそれを、まあ、お金払って、いただいて帰れるっていうのがシステムなんですかね、があるんですね。あるだけ、でそれをある方が大宮神社にお参り行って、でも地方か遠くから来られてたから持って帰られへんってなって、偶然そのもらいはった翌日に私が思ったからあげるって言っていただいて、でそれを育てるっていうことになって、神様の木、榊を育てています。え、木じゃないの。木ですよ。だよね、でかくなるってこと多分ね、だからうちには榊と熊野本宮大社の凪とね、今もう並んでますから。絶対からしたからね。絶対からしたね。いや、ほらそれこそね、まあ神主の娘としては、もう榊なんつうのはもう家にずっとある、まあでも枝と葉っぱっていうイメージだから、その木っていうイメージがないよね。ほんまに普通に苗でもらって、ちょうど今日植え替えたんで。へー、全然だから木になるっていうイメージがないのよね。とかその土に刺さってるっていうイメージ。そうか、もうね、下はもうちゃんと 木の枝いうか細いですけど、もうちゃんとこうなって広がってますよ。へえ、そうだ、私なんか文章で読んだ時さらっと読んじゃったけど、今榊って言ったらおおってなっちゃったでしょ。うすごいでしょ、うん、二大神様の木仏教徒なのになっちゃって、はい、はい、私の、増えた観葉植物についてはメインでお話をしたいと思います。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。私もですね、はい、この春実はね2つ増えた。2つ増えた、はい、おうおう。1つは、Facebook にもあげました、はい、名前なんだったっけ、名前めっちゃ長いやつ、あ忘れちゃったよ名前ロンデンちゃう、ロン、あ、なんとかなんとかなんとかアップルあのですそう、もう私はいつもねダイソーで、ダイソーで購入しますので、ダイソーで300円だったりとか500円だったりとか100円だったりとかするんだけど、それをねダイソーで100円だった100円、あの一番ちっちゃいタイプで、ね、買って、その時にはその私が今思い出せない名前の方しか表記がなかったわけ、はいはい、でこれってでも観葉植物って結構さ、いっぱい種類があるだろ、あるある、まだポトスでもポトスなんとかあるとかあるじゃん、だからこれもしかしたらあるかなと思って調べたらめちゃくちゃあったの。なるほどなるほど、めちゃくちゃあって、で全部見ていったけど、全部葉っぱの感じが違うから、はい、違うと思って、最後おアップル、アップルおった、アップルおった、アップルが、あ、これ私のアップルやんほんでまあ命名、はい、まあケイちゃんからもねコメントで、はい、リンゴちゃんといただきましたが、はい、うちリンゴちゃんに決定。でも私が決めた。そう、でもでもでもケイちゃんはリンゴちゃんは女の子のイメージだったでしょ。違いますよ。そう、リンゴちゃんですよ。あ、そうマジで一緒や。そうだからね、普通私でも葉っぱ類にちゃんつけないじゃん。つけへん。そう、まあ別に女の子って決めてもないけど、ちゃんつけないんだけど、今回なぜねリンゴちゃんはリンゴちゃんという、アップルはリンゴちゃんにしたかというと、
あの女の子のリンゴちゃんじゃなくスターティーンの中性のね、最近あまり、そう最近あまり見かけないけどね、はい、あの方のイメージでどういうイメージリンゴちゃんね、リンゴちゃんが一つ、リンゴちゃんねめちゃくちゃ今あのいい感じで育ってる、育ってるリンゴちゃん。でもね、あの、まあ、収録の段階で、うん、なんか何春の土曜そうそうそうとかいう期間で、春の土曜ですね、最近私あの TikTok よく見てるもんですから、はい、もうそんないっぱい流れてくる。あ、そうなんですね。ね、土いじり、土いじりはダメですと。土いじりをしてはいけない期間です、ね。そう、4月の何日から5月の4日ぐらいまで、うん、土いじりダメって言われて、うん、えってあのちっちゃいポットじゃん、あのなんとかポットみたいなやつ、はい、あの最初のね買った段階で、うんうん、まだだからそれで我慢させているわけよ。そうです。で今日はね、そ, あのその中の間の日、そう今日と明日と27日かなんかが大丈夫って書かれてたから、はい、私明日、はい、私はもう16時点のね待ちに待った、そう、はい、私も早くなんて言うんかな、そう、あい、なんとかマビとマビとか言うからね、間の日って書いてね、間の日って書いてね、うんうん、ちょっと詳しくなったでしょ素晴らしい TikTok のおかげです、はい、なので、それを植え替えをまず渡しました、うんうん、でもう一つ実はその前に買ったやつが、え、何何、名前を思い出せません、待ってよね、葉っぱ、葉っぱ、葉っぱじゃん、うん、これはね、これはね、なんとか、じゃあそれこそまたいっぱい種類があるやつの、うん、パープル、なんとかパープル、ね、コンパクト、コンパクト、なんとか、なんとかコンパクトパープル、パープル、紫、そうだから名前は紫だったんだけど単純、うん、だったんだけど、うん、それがね、最初ね、うん、玄関に置くつもりで買ったのね。だからあんまりその伸びが良くない、もともとそんなにあの成長はすごくないですよっていうやつだったから、うんうん、まあこれ玄関にいいやと思って、 でも玄関だからと思って、普段はあのほらプラスチックのさ、はい、あれに植え替えるんだけど、うんうんうん、ちょっとおしゃれげなちょっとちっちゃいこれぐらいの陶器のやつに初めて、はいはい、初めてそういうのを使ってみようと思って植え替えたわけよ、はいはい、どっどん元気がなくなってっちゃって、その陶器のやつは下穴開いてるやつですか？1個だけちっちゃいのが開いてるやつ、だからあれだと思ったんだけど、うんうん、でそれがなんかどんどん元気がなくなっちゃって、あどんどん葉が落ちていくわけでもう見るも無残なちょっと感じになっちゃって、でもなんかね2本だけめっちゃ綺麗な葉っぱがあるから、これはまだいける、そう、ナギとちょっと違うパターン、ね、え、玄関火当たりますじゃあ、でだから玄関は寒いからまずね、うんうん、まだだから2月か3月くらいだったかな、寒い、ね、寒いからもうリビングに置いてたのよ、うんうん、まあ暖かくなるまではと思って、はいはい、なんでか分かんないけど、でおそらくでもその陶器だから水がはけが悪かったのか、で陶器自身も分厚いからそこに水が染み込んでるわけよ、だから陶器の色変わっちゃうんだよ、水あげると、なるほどな、だから一応その分析はした、そういう陶器だよ、そう分析はした、うんうんうん、ってことは色がこれ乾く、色がその乾くまでもしかしてこれずっと水入ってんじゃねえみたいな、ずっと湿ってる系なんや、 そっちなのかな、じゃああれですね、水なんだ、腐れみたいな、か根腐れ、根腐れかなと思って、うん、もうそれもまたプラスチックに今植え替えて、うん、たらねちょっとだけ芽が出てきた、あよかった、うん、あとやっぱ玄関ってすごいこう窓がとかがあったりしたら明るいけど、うん、だいたい暗くなっちゃうじゃないですか、まあ、一応窓があるところに置こうと思ってた、うんうん、まあでも一回も置いてないよ、結局寒いから、寒さには 5度、そうなんですね、そう5度だから、まあ、寒さにはダメだなと思ったから置いてはないんだけど、まあ、もう根腐れ、その陶器が赤かったのかなと思って、まあ、私は玄関にあの葉っぱちゃん置いてるもんで玄関の電気ずっとつけてますから、うん、その方が運気もね上がるらしいですよ、玄関、暗い玄関ってやっぱ良くない、うん、で前の家、うん、前の家って私窓を結構つけてもらって、うん、光が入るようにしてたから明るい玄関やったりし、うん、電気つけんでも、うん、でも今ってマンションやから窓がないんですよね、うん、だから玄関めっちゃ暗い、ね、うん、やっぱ玄関が暗いと元気がやっぱ気がなんかま良くない感覚がしてて、電気をこうもうずっとつけてるんですけど、うん、やっぱり違う、へえ、うち玄関自体がそもそも狭いから、うん、そのまあで玄関の扉にはあのほらなんていうのすりガラスみたいになって真ん中ぐらいの、はいはい、このぐらいの大きさであるから、まあいいじゃないですか、暗くはないし、横から今度あの何の階段にこうほらこういう感じの窓が開くやつがあるからなんていうか知らんけど、あるから、うん、明るいは明るいと思うんだけど、はい、だからそのぐるぐるがあるおかげで寒いんよねきっと、赤穴もね、そうそう、だからもう一時リビングに置いとこうと思って置いたんだけど、まあ、おそらくだからその鉢が、まあ、あんま良くなかったんかな、なるほどね、うん、気合い入れたのね、そう気合い入れて、せっかくおしゃれなやつにしたのに
うん、で思ってもう普通 の, あの白のやつに変えたら、うんうんうん、まあ割とでね思ったのがね、土がやっぱり言い悪いがあるんだなって思ったのが、まあ、言い悪いって言ったって私両方とも100均のやつだから、はい、値段的には一緒なんだけど、はい、でもその最初にバーっと6個とかやってたやつがなくなって次の、うんうん、あまた買ったやつをその紫はね、はい、なんとかかんとかパープルは、うん、その新しいやつであったら土をね、そうなんかねずっと湿ってる感じがあるね、うん、そうずっと湿っとる土もあれば、うん、ふわふわすぎて水染み込めへんやみたいな土もあるしね、そうでめっちゃ硬くなったのよそれが、そうそうそう、だからこれそれこそググったさ、うん、土観葉植物土硬いほんだなんかあの何あのあれなんだよあの割り箸で刺せって書いてあって、うんうん、分かったわって刺した。いやもう専門家とかねすごいもう植物大好きっていう方々のグループね、まあ、ほんますごいマジで、うん、そういうのも相談に乗ってもらえるのかな、もう私は相談したことないですけど皆さんがあの悩み抱えてるうん、うん、えこれどうしようっていうのをもうピンポイントに聞いてくれはりますからそうなんや、そういうことかって学んでますね、Facebook であるんですよグループがねえらしいもんね、植物のあれすごい、へー、もう一人が悩みを相談したら20人ぐらいこうそう、そういう場合それはとりあえずさ同じこと答えてくれんの、答えはほぼ一緒なの、人によってやっぱり、ね、質問をすごくこまめにすられるかって、うん、この写真だけでは分かりかねますからっつって、どういう場所に置いてどうでとかっていっぱい質問して、うん、もうねカウンセリングみたいになってさ、それで答えがさ違うかったりするさ悩むじゃん、うん、だってググってる時と一緒やもん、これどうして枯れたんですか、あ水不足ですっていうのもあれば、いやあの水不足じゃなかったら水が多すぎますあるし、いやあの日に当ててくださいか思ったら、いや日に当てすぎですあるし、いや結局どれみたいな、でもあのその写真を、うん、あのどこどこの部分を大きく写真撮ってくださいとかつって、たらあここでカットしたらいいよとか、あの葉っぱの先っぽとかね、そう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 、茶色くなったら ね、うん、ねそういうのを見てる、なるほどねここで切ればいいのねみたいなえそれは私自分普通でググってやっちゃうけどな、いやもうねその目利きがすごいすごいんだ、うん、まあでもなそうやってせっかく相談したけど言うことがみんなバラバラだったら私また同じ結局一緒に悩むから、うん、やっぱり自分決めるのは私だなっていう感じ、ね、そう、まあ、確かにそうでしょうね、何個かパターンあるけど、うん、まあこれが一番多そうやなと、うん、じゃあこれに乗っかってみるかっていう感じ、おそらくでも私きっとあの自分の最初にあこれだって思ったやつをまずやるだろうな、まずやる、うん、でもそのなんとかアップルじゃなくったあの方、パープルの方も、うんうん、あの結局その植え替えってそんなのは何回も何回もするもんじゃないっちゅうじゃん、植え替えするの方があの根がなんかあれねあんまり元気よくなくなるよって言われて、もうそのまんまこの陶器でいこうか、もうそれとももうあのこれ一回もう一回数もう短期間やけど植え替えしようかで結構悩んでたけど、いやし植え替え変えた方がいいでしょうね、それは完全それがヤバっぽいもんね、そおそらくねそのせいだったと思うんだけど、でもあの芽は新しく出てきました、ね、そうでも名前忘れちゃいました、パープルちゃんね、パープル、あ紫ね、紫ね、うん、でけど増えてはない、その榊と榊かな、うん、あとはもうお花は、うん、あの何あの買って花瓶には入れるよ、定期的に、あ買ったやつを、うん、えあれガーデン、ガーデンのお花はもうあのまた春になったら咲いてくれるから、まだ咲いてる、うん、新しいやつを植えてない、うんまだバラ、うん、ジュールベルヌっていう、あの名前のバラが毎年咲いてくれるんです、うんうん、何色あの、ね、すごいねバラって、何朝このつぼみがパッて開くでしょ、うん、その形からお昼に見たら形が全然違うんですよ、お花の、うんうん、で夕方になったらえ花びらどうなったみたいな、うん、うわーっつってなる、うわーっつってなってこんなバラなんだみたいな、初めて見た時びっくりしました、えバラってイメージしてるじゃん一般的なバラ、うん、それはねお昼間のバラ、あそうなんだ、つぼみがあって、うん、開いてきたよっていう時は結構普通のバラなのかなって思いきや、うん、開ききってブワーってすごいか、それをなんていう名前かがちょっと忘れちゃったんですけど、表現の仕方がある、バラもいろんな種類があんねんけど、でそれがええ匂いやね、香りが、でジュール・ベルヌっていう方は作家さんの名前で、はいはい、21世紀
21少年漂流記みたいなありますやんか、はあはあ、はい、あります、ね、それを書いた方なんです。作家さん、はあはあ、作家さんの名前がついてる。でその方って人間が想像できるものは必ずそれはこの世に生み出されるんだっていうのが名言なんだって、うん、ちょっともっとかっこいい感じでしたけど、うん、なんかそういうなんか思いを持って作られたバラらしい。うん、バラって結構人の名前つけついてるって言うよね。そうで、いっぱい探してはこのストーリー最高みたいなんで、そのジュール・ベルヌっていう子にしました。色はね、初め黄色っぽいんです、うんうん、もうね開き切るとあのアプリコットみたいな感じの可愛い色、はいはい、ビロロロロロってビロロ花びらまたあそういうことねってなると思う。あ、そうビロロロロそういうことねってなると思う。もう見たらビロロロロが分かる。あ、こういうことね、ビロロロってそういうことねってなると思うよ、今この写真見たらね。なるほどね、なるほどね、ビロロロロみたい、そういうことやってなっていうのが分かると思います。ケイちゃんはこういうそれをこういう表現したんだなっていうね。そう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 私はね、花はなんかね、まあ花はっていうかそもそも家のあのーうん、何こういうテーブルの上だけに置いてるから、はい、もうね買えないのよ。でもそこにね一輪挿しでもいいからね、うん、お花置いてみて。前一回私あの桃をピョーンと置いたことがあったけど、あ、いい、まあまあね、それぐらいやったかな。もう一つやったんかな。もう一つやったんかな。まあまあそういう、じゃああのなんていうかな、こうなんていうかな、なんか私的にはやっぱりこう統一感の方がいいなって思った、その桃ビュンって刺した時にね。うん、もお花っつって桃ってことは枝でしょ。枝に花咲いてるやん。咲いてるけどちょっとのそれ上級者ちゃう。あ、そう、うん、普通に売ってたよ298円。まあ、あのもうほんま一輪挿し、え、なんぼって298円。そんな感じの値段なんですね、うん、だって他の花よりも安かったもん。他398円とか、マジか。マジで、ね、ちょっともうほんま一輪挿し、一輪挿しをちょっと、うん、でもいいからちょっとやってみて、うん、あの色のついてるお花、色のついてる、うん、色のついて、あ、お花はねやっぱりね、あのエネルギーがまた違いますから、うん、もう絶対おすすめ。マジで玄関にも置いてるし、絶対玄関に置いてるんですよ、うん、でお花枯れてもうて、うん、あの買い物行く時間ない時とか、うん、花がない時と、うん、ない時ある時のさ、すごいから、マジである時ない時全然ちゃうよ。玄関で子供ら送るでしょ、朝、あ、行ってらっしゃいっていう時に、ここに花がある時とない時のエネルギー感の違い。だから子供らが、次女が入試の時に花がなかったんですよ、うん、忙しすぎて、うん、入試の日の前の夜に買いに行ったもん、うん、試験の時にお花が送ってくれるようにしようと思って、うん、それぐらい玄関にお花置いたりするとパワーが全然変わると思う。え、その花ってさ、どこで買うの、どういうとこで買うの。花屋の時もあるし、うん、あの何スーパーのところにあるお花屋さんとかでも買えます、うんうん、あとはネットで定期的に送ってくれるやつも、定期的なやつはやめてて、うんうん、あのね、選べるやつがあるんですよ、自分で。へー、ブーケとかつっても、あの、なんていうの、ロスゼロみたいな感じで、はい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 、あ、まあ、言うたらちょっとお得なお値段で買えるっていうサイトがあって、うんうんうん、んだ、めっちゃいいよ。へー、うん、私はスーパースーパーでも全然いいと思いますよ。そうだから、たまにあの間違えて綺麗だなと思ったら仏壇花だ。あれ刺されへんだよ。あれってなるけど、まあでも、まあそうか、花か、お花はね、うん、ちょっと騙されたと思って、騙された、あの色、あ、なんかこの色いいなっていう色で選んでみて、うん、色で、うん、そうするとやっぱりその色ってエネルギーじゃないですか、うん、お花の生きてるパワーと色のエネルギーで違うから、うん、でも私桃はね色で選んだよ。ピンクのがピンって可愛かった。ずっと咲いてた。ほんま、うん、なんか枝の存在感の方が大きかったとかちゃいます。あ、枝の存在感の方が大きいです。やっぱりね、しゃべってやりました。だって枝だもん。お花っていう、お花ね、うん、お花ね、もうほんまちょっと、ほんまちょっと、ほんまちょっとやってもらいたい。分かった、もう今日帰りにじゃあ、うん、あ、こういうことねってなると思うんですよ。一輪挿しはあるのよ。うん、あるの。一輪挿しでいいから、まずはね、うん、
一輪挿しじゃなくて何があるの？普通の花瓶。あとはもうこんなでっかい花瓶。あ、でっかい花瓶。私あの食卓の、うんうん、でテーブルは大きい花瓶置いてるよ。へえ。わーって。そうなんや。うん、で玄関はあの細いやつにしてる、うんうん。でもそこでも多かったら6本入るかな。あ、そんなに入るものなの？うん、6本は入る。細い。でも一輪挿しでもなんか様になる、こう細い花瓶にしてる、うんうんうん、そう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 、うん、本当に私が持ってるのはほんまに 1で、まあ、せいぜい2、3までかな、うん、もうほんまにちょっとやってみてほしい。そうそう、あの長続きさせるコツとかは知ってるの？毎日水変えることです。ああ、うん、そういうことなんだ。あとあのスプレーでね、うん、お花自体にシュッシュッシュッってかけるやつがあるんですよ、うん、それ水じゃなくて、うん、なんか元気にするみたいな。薬じゃないと思うんだけど、うん、その綺麗な花を維持させるっていう液体があって、それやるとマジで長い。あ、そうなの。だから定期的にやってた時、うん、そのスプレー持ってなかったんやけど、うん、毎日お水変えて、うん、今日も可愛いねとかまた喋るやん。ここで喋るとやっぱね、うん、お花元気になってくれるから、うん、次のが届いたら花瓶ないねん。あ、はいはいはい。それぐらい元気で持ちますよ、お花って。へ、毎日お水変えて喋ってあげたら、うん、なるほど、うん、なるほど、うん、いやだからなんかさ、でしおれてくるとさ、うん、やっぱりもうちょっとしおれたらちょっともう捨てたくなっちゃうよ、うんうん、それいいと思う。それそれでいいな、うん、どこまでもうちょびっとだけしってなっただけで、うん、もうお前もあかんな。もうちょっともかわいそうすぎるけど。いやでも観葉植物もさ、うん、グリーンをきれいにする、うん、きれいなグリーンにさせるためのスプレーとかあんのね。そうなんですか。ほこりがつきにくいとか、あと生き生きさせるみたいなのが。そうなんだよ。そうあるの。それは私ちょっと買いたいなって。マジで？そうなんも知らんわ。あったあった。いやでもそれもピンキリ。なんか2000円5、600円のから高いのは4、5000円までするみたいな。そうなん。せやんでも元気です。せやんけど元気だけど、ほこりがつかないのよ。あ、それはそうか。そうだからなんか、うん、ずっときで絶対してんの。へえ。だからほら普通に売ってるとか、ネットでそれこそリールとかショートとかで、はいはいはい、そういうほら販売してるところがさ、はいはいはい、出したりとかするやつは、うんうんうん、あ、こういうの使ってんだろうなって思うぐらいみんなテッカテカするやん。あ、確かに。おそらくそういうのをシュッシュしてるんだろうな。へえ。ちょっと欲しいやん。マジで。そんなの初めて知りました。そうでしょ、うん。お花はあって、そんなもびっくりしたけど、逆私花がびっくりした。花もこんなんのみたいな。花でも花買った時になんかこういうさ、ついてるやん、これ入れたら花元気になる、それもやるけど、うん、持ってますけど、毎日水変えてたら別にいらんやろうなって思う。あ、いらないんだ、うん、あとお砂糖入れたら元気になるとか言うじゃん。やったことないです。そう、うん、あそこ毎日入れ替えればいい。毎日入れ替えながら今日も可愛いねっつって言ってたらもう元気ですよ。そうな、うん、まあなかなか私もね、それはケイちゃんには聞いてはいるものの、まあなかなか観葉植物に話しかける、まあ声は出さんよね、心の中ここなんだ、一心伝心みたいな。ちょっとこ声までは出さんかな。特に今うちの息子がさ、足怪我して捻挫して、うん、リビングで寝起きしてるもんですから、さすがにね、ちょっと、うん、あ、よく元気やなとかは言う、ちょっと言えないよ、ね、そんなお構いなしで言ってますよ。さすがでございます。ちょっと見習いたいと。はい、ぜひ。はい、エンディングはケイちゃんにからのお話をしていただきます。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。大倉慶の望みを叶えるカラーメッセージ、どんどんどんパフパフパフ。はい、もう何回も言うておると思うんですけれども、はい、お家をですねパワースポットにしたいときは、葉っぱちゃんとお花ちゃんをもっと育ててあげてほしいと思います、うん、で、まあ、その植物で生きてるもんですから、生きてるその植物からお花からのエネルギーっていうのももらえるねんけど、その色があるでしょ、うん、その色のパワーも私たちは、うん、もらえるわけですよね。なので、まあ、グリーンやったらその、リラックスと活力を同時にくれる、う
パワーがあるのね。で今日はお花の話したんで、うん、あのおすすめの色、うん、まあ、こういう時やったらこの色のお花とかいいですよってなれば、うん、食卓って、まあ、食欲美味しく食べれた方がいいでしょ、うん、それやったらねオレンジとか黄色系のお花をこう置いてみるといいですよね、うん、で最近うちの家族ちょっとギスギスしてるこれちょっと空気悪いとか、うんうん、ちょっと嫌な話をせなあかん家族会議せなあかんなみたいな時にはピンクのお花を飾って、うん、さあ話してみようって、うん、ここにピンクの花あってねおいみたいな、なんかいやなりにくいでしょ、うん、お花ピンクのお花を目に入れながらみんな喋っていくと、うん、ピンクの波長を私たちはキャッチしますから、うん、あのね、どんどんね優しくね落ち着いててね、うん、安心感みたいなのを感じてくるんですよ、うん、なのであの家族会議も、まあ、いつもよりは円満に行くじゃないですかっていう話ですね、うんうん、で和気あいあい、うん、食べようとか、うん、お話、うん、あんまり最近我が家あの会話が少ないわみたいな面白いこともあんまりないわみたいな時には、うん、オレンジのお花、うん、黄色いお花とかってされてみるといいと思いますよ。まあ大体そんな色かな。あ、またあと赤か、うん、赤、まあ、赤とかあんまりなくない。まあバラとか言うんだな。まあバラとかね、うん、まあ、バラとかバラで赤を一貫しやったことありますけど、うん、もうねもうちょっとごめんねっていう感じのどういうことちょっと特別な暮らししちゃってごめんねみたいな。ああ、なんかねそういうこと。ちょっと浸る。ああなるほどね、うんうん、家は一緒やでね。家は一緒やねんけど、うん、そこに赤いバラがちょっと、うん、あのブーケをでやってみたらごめんごめん私みたいな私って感じ。私この子ねお食事いただいてるのみたいな感覚でそれは箸じゃダメだね。ちゃんとスポーツかないから、ね、うん、そうそうそう、なんかちょっとガツガツ食えへんよね。あーなるほどちっちゃい口で食べちゃうみたいなそんなぐらい感覚違う。あ違うんだ、うん、でもあれお仕事のとことかにはいいかもね。お仕事、うん、バラ、私は仕事部屋にも、ね、お花置いて。あ、なんでなんで。 お花は、うん、あの猫ちゃんのところに1個ね、あ、はいはいはい、猫ちゃんの花瓶があってそこに刺してるだけです ね、 あ、そうなんね。葉っぱの方が多い。仕事場は電磁波の調整してくれるからもう仕事場はジャングルですぜひ参考になさってください。はい、はい、Facebook ページママラフで検索してぜひご覧ください。ケイさんの情報、私の情報もあります。ではまた来週お目にかかりましょう。さよなら。